クリフォード・ドナルド・シマックは、アメリカ合衆国の SF 作家、ファンタジー作家。ヒュ9号賞を3度、ネビューラ賞を1度受賞し、1977年には、アメリカ SF ファンタジー作家協会から3人目のグランドマスター賞を授与された。チェコ系アメリカ人、ウィスコンシン・州ミルビルで生まれる。ウィスコンシン大学マディソン校を中退し、中西部の様々な新聞社で働いた。 1929年結婚し、二人の子を設けた。作家デビュー作は1931年の The World of the Red さんでガーンズバックのワンダーストーリーズに掲載された。1939年、ミネソタ州ミネアポリスのミネアポリススタートリビューンで仕事をするようになり、その関係は1976年に引退するまで続いた。1949年には、 ミネアポリススター氏の記者となり、毎週、明日の世界と題する科学コラムを執筆する一方で、SF 作家としても活動。1961年には、ミネアポリストリビューンのサイエンスリーディングシリーズを担当するようになった。再生の時の宣伝文で、私は結婚33年目で、二人の子を持ち、幸福に暮らしている。休暇には釣りを楽しむ。趣味はチェス。 切手収集、バラを育てることと書いている。この本は妻に捧げられており、彼女がいなければ一行も書けなかっただろうとしている。SF 作家仲間にも好かれていて、特にアイザック・アシモフと仲が良かった。1988年、ミネアポリスで死去。シマックは幼少期に H.G. ウェルズの作品を読み、SF に興味を持つようになった。1 9 3一年、 SFK パルプマガジンに作品が掲載されるようになったが、1933年には一旦、作家活動をやめた。1933年から1937年の間に発表された SF 作品は、ザクレア・トールという中編一編のみだが、当時の SF としては珍しく宗教の意味を問う内容だった。1937年後半、ジョン・ダブー・キャンベルが、 SF 界に新風を吹き込むと、シマックは SF 作家として復帰しアスタウンディング氏の常連作家となって SF 黄金時代を支えた。諸女長編、大宇宙の守護者に見られるように、初期の作品は E.E. スミスが完成させたスペースオペラの系統だったが、間もなく独自の作風を開拓し、優しく伝園的と評されるようになった。 この頃シマックは SF 以外のパルプマガジンに戦争物や西部劇の作品を発表していた。最高傑作とされる都市は人類が地球を脱出しようとしている時代を描いた連作短編であり、1944年から書き始めた。一般にこの作品で新境地を開いたとされている。1950年代から1960年代にかけてシマックは 精力的に、両作を書き続けた。その後も、友人たちに励まされて、執筆を続け、1980年代には、ファンタジー分野にも進出している。シマックの作品には、同じ基本的考え方と、テーマが繰り返し登場する。まず第一に共通するのは、故郷のウィスコンシンの風景である。田舎の不愛想な個人主義的キャラクターの典型として、大きな前提の主人公。 ハイラムテインが挙げられる。ハイラムのカイン・イヌ・タウザーの設定もシマック作品によく見られる。田園を舞台としていても常に牧歌的とは限らない。リングアラウンド・ザ・サンで描かれるのは不寛容と孤立主義に支配される田園である。シマックの作品は達観した資料深い田園的なものから純粋な恐怖を描いたものまで様々である。 大きな前提に代表されるユーモア小説もある。他、未約作品が約20ある。他、未約短編集あり。ありがとうございます。